外で話題の叩いたら割れるガラス瓶の動画を本当か、うん、嘘かもしれない試し瓶を開けてそのまま割れるのか、結果はもちろんびくともしない。問題はかける圧力にあるのか。そう思って5キロの重りでやってみたら炭酸が溢れ出した。中の CO2 が泡になって現れてきたみたい。でも大丈夫、アメリカの YouTuber が解決策を示してくれた。まず一つ、ビールじゃなく水を使うこと。それは蒸気の出やすいあったかいもの。そして何より安全に程よい力で瓶の中と外の気圧の差を使って綺麗に割れました。今日もご視聴ありがとうございました。